カイオ・ドゥイリオ級戦艦は、イタリア海軍の早々機の戦艦。仮想的国フランス海軍が増強し続ける、装甲艦税への対抗艦として建造された艦である。本級の武装、装甲配置を示した図。船体形状は、水面から艦元までが低い平ら艦艦型船体となっている。昇格のつく艦首から、艦手甲板に、並走はなく、 一番煙突の中間部に戦闘環境がつく。そこから短脚式の主将が一番煙突と二番煙突の中間部に立ち、主将の右前方に走行フード付きの砲塔に収められた一番 45cm 連装砲が、主将の左後方に二番 45cm 連装砲のバーベットが配置される。二番煙突後方から甲板上にこの頃にポピュラーであった。 関西水雷艇を一石収められる格納庫が配置され、それを囲むように1 2トル複方が単層方がで三機を完備方向に向けて配置された。関西水雷艇は完備の扉から出し入れできた。エンリコダンドロの近代化解掃除に一本しかなかった。重もは一番煙突の前方に前、穂柱を二番煙突の後方に水を配置し二本となった。 手法の装填方法手法は、アームストロング射程45センチメートル砲を採用した。一森あたりの重量が102トンの砲である。この砲は、現代のように大砲の後部を開けて、砲弾を装填する、護装式ではなく、砲口から装薬と砲弾を装填する、前装砲であった。そのためにバーベット外部に装填区を設け、 方針を下げて甲板から創薬と砲弾を装填した。バーベットの旋回と装填機の動力は水圧式であった。この砲を装甲フード付きの砲塔に収めた。手砲塔間装後のエンリコダンドロ後に、エンリコダンドロだけは1894年から1898年の近代化階層の折に旧式化した手砲をやはり英国製の 25.4cm 砲に換装した。 搭載形式と搭載数は同じである。副砲は1 2トル砲を単装砲がで3機、他に対艦攻撃用に3 5 6トル水上魚雷発射管を単装で3機装備した。ありがとうございます。